提案なんか見たらベッドの上。いいどうも島田修平です。始まりました島田修平のお階段めぐり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルメンバーシップどうもあります。ぜひねご興味ある方よろしくお願いいたします。いろんなね動画も上がっております。 そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もぜひぜひお願いいたします。さあ今回も来てくださいました階段マルチアーティスト山口綾子さんですお願いします。よろしくお願いします。<laughs> お願いします。いやありがとうございます。うん、本当にねお忙しいのになんかね今またねチャレンジされていて、えー、であのまあ前回ね軽くお話しさせていただいたんですけども今俳優さんの方にもね。うん <laughs> もうチャレンジされていて、そういう大会があるんですね。うん、はい。そう。ナンバーワンコメディー N 決定戦ミーショーグランプリ2024という大会です。あのまあ芸人さんとはまた違って、えっとまあ女優としての。 コメディ演技を競うという大会でございます。ぜひこの辺もたかく見守っていただいて応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。あ詳しくは X の方にね、<あ>はい、はい、チェックしてみてください,、はい。そしてこの大会自体がですね、えー、まあそういった皆さんに光を当てようというですね素晴らしいまあ志のもと始まっている大会でして、あのクラウドファンディングで皆さんからのご支援の方もはい受け付けているようですからね、ぜひ皆さんご興味ある方チェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。 いいるる芸能活動をしている女の子がいるんですけども彼女が芸能界に入る前飲食店でアルバイトしててそのアルバイト先のお客さんの男性から聞いた話っていうので教えてもらったんですけど、うん、はい、えー、この彼が最初に勤められた会社に入社した年なので、まあ、2223歳くらいの時の。でその当時というのは会社が用意してくれた社員寮に住んでたそうなんですね。で 毎朝そこで寝泊まりするわけなんですけどある日隣の部屋から「あ」っていう叫び声が聞こえてきてそれでうわって目覚めたんですってで隣には林くんっていう同僚の男性が住んでました彼の声なんですね。おびっくりしたって思ったんですけどあもう用意しなきゃいけない時間だっていうので、まあ、バタバタしててそのことをすっかり忘れてしまったんです。で次の日 また朝っていう声聞こえてきて、うん、でわってびっくりするんだけどやっぱりバタバタしてそのことは忘れてしまうこんなことが、まあ、1週間ぐらい続いたそうなんですね。えー、でちょうどその頃この林くんと一緒にお昼ご飯を食べることがあったんですでふと聞いたんですよ。そ、うん、そういいいえばななんんか朝叫んでないってそしたらあいや俺あの 朝どうしてても起きられなくって体に痛みが走らないと起きられないんだよね<え>って言ったんですよ。<ぁ>であの確かにちょっと思い返してみたら林くんってその腕まくりした時とかシャツで胸元をおいだ時とかどっかしらに絆創膏を貼ってるイメージがあったんですよ。うん、で今までは傷の絶えないやつだなぐらいに思ってたんですけどもしかして朝起きなきゃいけないっていうプレッシャーで自分自身の体をこう。 傷つけてるんじゃないかとそう思ったらうおこれ以上聞きたくないと思ってそうなんんだって話を流したんですでそれから1か月くらい経ちましてその日っていうのはあの社内試験という今後の自分たちの,その給料に関係していく重要なテストを受けなければいけないうん、うん、つまり、まあ、特に寝坊できない日だったんです。はいはいはい 会社に林くんん来てないで「えっ?」って大丈夫かなって思ってるうちに、まあ、試験が始まってしまってこれ割と早く終わって休憩入った時に上司の人が「ちょっと林んち見てきてくれるか?」って言ったんですって。というのも会社から寮ってそこまで離れてないんですよね。で「ああ分かりました」って言って林くんの部屋の前まで来てピンポーン出てこないんですよ。うん、で林くん 林くんでも何の反とはなしにあのガチャってやったらスーッと扉が開いたんですよね。林くん入るよ、まあ、そう言って入ってお風呂場のドア開けっぱなしでいないのが分かるしその横のトイレを見てもいなかったんですよ。じゃあ奥の部屋かなと思ってとっとっとって進んでいってふって部屋の中見たらベッドの上。 林くんが「えぅ、ー」ってあけにバタンと倒れてるでもう口の端からよだれがたらーっと垂れててなんか唇も青ざめて明らかにただ寝てるだけじゃなく気を失ってるっていう状態「えっ林くん大丈夫林くん林くん」って揺れ動かすんですけどピクリともしないんでうん、うん、あ やばいこれまずいと思ったんですぐ救急車呼んで上司の人に連絡して即こ病院に運ばれてったんですで一命を取り留めたんだけども<ー>しばらく入院することになったんですねでお見舞いに行った時にいや話したくないかもしれないけど何があったのってちょ、まあ、一応聞いてみたんですよねそしたらあの 朝どうしても起きなきゃいけないって思ったからダンベルで思いっっっきり自分の頭殴ったんんだって言うでですよ、はい、でもそれ聞いた時に「ああ林くんこれもちょっと普通じゃないな」と思ったんですよね。うん、で「なんでそこまでするの?」って言ったら「今度黙って答えないんです。えそんなに朝起きるのつらいならお俺起こそうか」って。 「いやい大丈夫それぐらいできるよ」って「な何?」って言ったらあの「これから言うことを笑わないで聞いてくれるなら言う」って言うから「あもちろんで言って」って言ったら「朝起きたら俺の足元のところに女が立ってるんだよ」いてて。 顔はよくわからないんだけどでも俺の方向いてて立ってる最初は夢かなと思って漫画みたいな話なんだけど自分のほっぺを思いっきりギュってつねた、うん、そしたらいなくなった。えでも次の日もその次の日もいっつも女がいてそのうちほっぺつねっても全然いなくなってくれなくなっていなくなってくれなくて。 もう俺怖いからら自分でで手のひらをペンでクッて刺したんだよそしたらすっげえ痛くてでも消えたんだよもうそれからはその女が現れるたびにもっと痛いことしなきゃもっと痛いことしなきゃって自分を傷つけることがどん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 ひどくなってって痛ければ痛いほど俺安心するようになってさこの話聞いた時にあの。 心霊の類の話っていうのは分かったんですけどそもそもそういうものを見るってことは何か現実世界でこう林君追い詰められてるんじゃないかなと思ったからえその女の人っていうのは知ってる人なのって聞いたらでもでもってなんかありそうなんですよねで聞いてみたんですそしたら二ヶ月くらい前スーパーに買い物行った帰りに なんとなくこういつもと違う道で帰ってみようかなと思ってある遊歩道に入っったんですってでその遊歩道っていうのが両側こう草木が生い茂っているような道でこう丘の形状に合わせて数メートルごとにこうちょっと曲がってるようなそんな道でして人もいないし、まあ、天気もよくあこんないい道あったんだなと思いながらこう歩いていったら数十メートル先にあの女性が一人こうしゃがんで何かに。 こう手を合わせてるのが見えたんですね年でいうと、まあ、その方が40代くらいの女性だったで、まあ、一本道ですから彼女の方に向かって進んでったらその手を合わせてる先が見えたんですけどこれぐらいの,あの空のお酒の瓶にしなびた花が数本刺さってて、うん、そこに添えるようにして可愛らしいうさぎのぬいぐるみとあとキラキラしたピアスそれから大人っぽいなんかネイルカラーが備えてあったんですね。 でその光景見た時に「あここで娘さん亡くされたんじゃないかな」と思ったんですよ。ーはいはい、でわあってこう何とも言えない気持ちになりながらちょっと彼女のねお祈りのこ邪魔しないようにと思ってそーっとこう後ろを通り過ぎようとしたら「あすいませんのよかったらお線香をあげてってもらえませんか?」ってその人に言われたんですね。うん、でえっえって戸惑ってたら「すいませんあの 私の娘なんですけどこの子の父親も兄弟もいなくて私だ,だけなんですけど私いつもここに来られるわけじゃないから「よかったらお線香あげてもらえませんか?で」で手合わせるだけでもいいんです」いいんです。こんなところで寂しい思いしてると思うんですよね」そんなこと言われたらなんかこのお母さんかわいそうになっちゃって。うん ああじゃあ僕でよければ」って言ってお線香をあげて手を合わせてそしたらあの「ありがとうございます」ってそのお母さんもすごい喜んでくださってああよかったなと思って家に帰ったんですって。でその日以降もそこ通る時なんかそのまま通り過ぎるの申し訳ないなって気がしたのでこう手を合わせてから通り過ぎるようになったそうなんですがよくよく考えたらあの女が部屋に現れるようになったのってその娘さん 成仏を祈りだからなんでですよ、うんでまあ、この話を聞いてあのそれ完全に取りつかれてるじゃんっていう余計心配にはなったんだけれどもとりあえず一旦これ入院することになったわけだから朝早く起きなくていいし病院の人の目もあるしああまあまあよかったと思ったんですって。 えと何か自分にできることを考えた時にこういう霊的な問題の解決を手助けすることぐらいしかないなと思いまして友人にあの神社の生まれの男の子がいることを思い出したんですよ。でまあこうダメ元で聞いてみたら、まあ、そごはちょっと霊感があるらしくってじゃあその娘さんが亡くなったっていう場所に一回一緒に行ってみようって言われたんですって。である休日利用してその霊感ある彼と二人で。 林くんのっていた遊歩道に来ました。で、その道をしばらくこう歩いていったら、あの例のお供え物らしきものを見つけたので、あ、あれじゃないって言って、タッタッタッって言ったら、この霊感ある友達が、ステッああ、固まいてって言い出したんですよ。え,え、大丈夫って言ったら、え、なんか、ここおかしくないって言うんですよ。うん、でも、え、何か全然わからないって かもこの「霊堂」ってあの「霊の通り道と」と、うんえー、言われる道ですけどなんでこんなとこにお供えしてあるのかなっていうからいやここで亡くなったからじゃないのとですよでもこの自分は霊感がないわけですからねあのちょっとよくわからないしとりあえずこの娘さんが眠ってるこの場所に。 もう林くんの前に出ないでくださいって手を合わせればいいかなと思ったんですこうそれをやろうとしたら「ちょっと待って」ってその霊感持って友達止められたんです。でえー、何って言ったら備えてあるものを見ながらああのやっぱこれおかしいわって言うんですよ,よくよく見てみたら林くんが言ってたあのうさぎのぬいぐるみだとかのほかに小さい子が好きそうなおやつとか。 あと男性が好みそうなな腕時計なんかも備えてあるんですよお供え物にしては統一感がないというか違和感があるんです、うん、あ確かかにこれなんかちょっ,と変だなって思ってたらこの霊感のある友達が言うにはですよ無縁仏っていう,うあのいわゆるその供養してくれる人がいないあの仏さんに対して誰かがここにお花を供えることにして。 それを知った人が後から後から物を持ってくるようになったのではないかとなるほど、ねはい、つまりいろんな例が積まりやすい場所になっているなのでまあその供養する気持ちっていうのは大事なんですけれども林くんの一見があるじゃないですかだから今度はお前に何があると大変だからということで今日は手を合わせるとかそういうことも一切せずにそっと帰ろうと まあいうことでについたんですで帰りながら「ああじゃああのお母さんってあの娘さんにお墓を作ってあげることができなくてあそこにお参りに来られてたんじゃないかな」というふうに思ったんですよね。で後日林く無事退院して「あそこ行かない方がいいよ」って言ったら「ああそうだよね分かった」って。 で、それからもう林くんの叫び声が聞こえることもなくなったしあの傷をね作ってくることもなくなったんですよ。で、あよかったって思ったのに退院して1週間もしないうちに朝方また、たってて声聞こえてきたんでで、すよ、うんで。それがこう今までと違ってこう尋常じゃないぐらいの叫び声だったのでバッ 飛び起きてすぐにこの林くんの部屋の前まで行って「林くん大丈夫!」って言ったらやっぱり部屋の中から「ああ!」ってまた聞こえてくる「えどうしたの大丈夫大丈夫」って言ったらの扉の向こうからだん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 どんってこっち走ってくる音がしてガチャって鍵開いたんですよ「だからそど,うどうしたの大丈夫?」って言ったら「<laughs> すごい興奮してもう冷や汗かいてるんですよね。で「本当にどうしたの?」って「また見たの?」って言ったら「違う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 ,違う などうし大丈夫?」って言ったら「違う違う違う娘じゃない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 」って言うんですよ。<ー>「娘じゃないってどういうこと?」って言ったら「起きたら真横に立ってた」で「俺のことを見下ろしてたんだけどその顔が顔が」って言うから「顔が何?」って言ったら「俺知ってる人だった」って言うんですよ。それ誰だったのって言ったら。 お母さんんの方だったったて言うんですよね、まあ、あの時「お線香をあげてくれませんか?」って言ったあの人だったんですよ。であの人がものすごい形相で自分のことをにらみつけてそれでびっくりしても叫んでしまったんだと言うんですよね。だけど妙だなって思うのが、うん、あの林くんってもうあの場所行かないって言ったり行ってないはずなんですよ。うん、だから 何「また手合わせに行ったの?」って言ったら「いやしてないそんなことしないよ」たってたった多分その女性って身寄りのない自分を供養してほしくてお線香をあげてくれた林くんの前に。 で現れるようになったんじゃないかなって思うんですけど供養してくれてたはずなのに今度は塩をまいて逆に追い払うようなことをしてまあその女性の怒りを買ってしまったんじゃないかなと思うんですねでその後どうなったかというとえまあこれだけいろいろなことがあったので林くんはまあ結局ちょっと転勤が決まって地元に戻ることになったんですでもそうすると実家に帰るわけですかね ご家族の目もあるしあ、これでやっと安心できるなって思ったんですよ。で一年ちょっとが経ちまして。その頃ちょうど全国のその社員が一度に。会する会っていうのがあって、そこで本当久しぶりに林君の姿を見たんですね。松葉杖ついてるんですよ。えー、で。この格好のまま、あの。 誰かと廊下で話してるあじゃああの話終わったら俺声かけようかなーと思ってふって見たら壁に向かって話してるんですよ。でえってぎょっとして柱の陰からそーっとその様子を見たらあの今日もダメでしたけどでももうすぐ行けますから。そんなことを林くんが言ってるんですよ。 これを見た時に思ったのがあの女性ってまだ林くんの前に現れてるんじゃないかなということなんですよね彼痛みを感じれば感じるほど安心するって言ってましたけどその女性って最終的に林くんをあの世に連れて行こうとしてるんじゃないかなというそんな話でしたありがとうございましたいやなんか 今までいろんな怪談聞いてきましたけどなんかすごくそのなるほどああの話ってこういうことなんだとかっていうのがすごくこうごあのー、だ結局最初に、まあ、そこで手を合わせていたかわいそうな娘さんを、まあ、お子さんを亡くしてしまったお母さんと思ってたその方自体がもう幽霊だったわけですよね。で <laughs> あのー、これ人間もそうだと思うんですけどやっぱりこう僕も気を付かなきゃいけないと思うんですけどやっぱり何か自分ができることであれば力になりたいって思っているんですけどでその時にこれ気を付かなきゃな,なって本当思うんですけど本当にこに最後まで面倒見れるようなぐらいの関係性でそれの気持ちがあったら なんかあったら言ってくれよなって言うかもしれないけど<ー>そうじゃなくってそこまでじゃないのにもし言ってしまって相手がこう、ね、期待を持っててくれてた、うん、でもそれがこの温度差があった時に、うん、向こうからすると裏切られたとか不誠実だとか、うんうん、そういうふうに思われてしまうことって あるじゃないですか、えー、で多分今回の例でいくと、まあ、優しい林くんにはその姿が見えて、うん、でその時に、まあ、その向こうのねお母さんからすると「はあ助けてくれる手を合わせてくれるはあじゃあこの人にこうすがっていけばいいんだ、まあね、ある意味苦しんでたかもしれないけれども自分のことを助けてくれるんだ」っていうふうな期待を持たせてしまったわけですよね。そんな中、うん やっぱり、ね、そこまでのことをもちろん思ってなかったしそんなふうなことはっていう中で、うん、結局入院もするまでになってしまってお祓いをしてしまった時にやっぱり向こうからすると、うん、依存してしまった相手に対しては「うん、助けてくれる」って言ったじゃん。 なのに何をこの仕打ちって言って今までのことも全部なくなってこれが恨みに転じちゃうって人間でもあるじゃないですか <laughs> そうですすかそうよねでもしかするとその幽霊の皆さんっていう本当にこうねみんなに見てもらえるわけじゃない中で、うん、あ自分のことが見て分かるんだこうすがってなんとか助けてほしいって時にいいよみたいなことを思った人に対しては。 その人間界での比にならないぐらいのこう期待を持っちゃうんでしょうね。ああ、そうかもしれないですよ、ね。た、その三木住職、階段和尚のね、三木<え>さんが、まあ、おっしゃってたのが。はい、やっぱり、こう、道を歩いていて。例えば、お花が。備えられていた。となると、あ、ここで事故があったのかなと思うと、うん、やっぱりそこに対して。はって、こう、気持ち持ってかれますよね。うん、で、その時に。どうぞ、手を合わせてください。ただ。 気をつけなきゃいけないのが「ででもそこああかわいそうだったですねぜひねあの安らかに眠って成仏してくださいね自分は何もできませんけどあ<ー>そこでああもう本当かわいそう,もうだったらもうねつらかったでしょう自分がこれから毎日ねお線香あげに来ますから」とか「うん、ああんか変わってあげたいぐらいだな」とかって。うん やっぱりね優しいとそういう風うに言いたくも思いたくもなるけど、うん、そこは本当に危険な行為だから、うん、そこはちょっと心を鬼にしてちゃんと一線は引いて、うん、ここまではできる、うん、これ以上はできませんってちゃんと意思表示しないと例も可哀想ですよって話をされてましたね。うん、それもあのまっさにっていうことがあって、はい、あの私その子供を産んだ後に何だったかななんかこうありえない。 ポルターガイストみたいいいな現象が家でろろ巻き起こったんですよね。<う>なんかすごい細かいことなんですけど例えば子供に与えるあのなんかお薬だとかうん、うん、そういったものを入れてる容器を2個洗って同時に干したのにしばらくしてみたら1個はカラッカラに乾いてるのに、えー、もう1個は水浸しのままとかあの普通に洗い物してたらしてて向こう行こうかなってなった瞬間にあの っていけなくてえっって見たらえっとゴム手袋を引っ掛けてあるなんか金具みたいになるんですけどそこにこの一瞬でみたいなぐぐグって巻きついててそれでこう服が若干破れたとかなんかこうちょっと理解できないことがあったりそう変な音とかありえない時にバーンっていきなり鳴ったりとかそういうのがあったんですよ。で その時にちょっと自分で感じてたのがその子供なんか子供がしそう<ー>子供ががしてるんじゃないかって私の子供じゃなくてその子供の例というかっていうふうに感じたんですよ。うん、でその時にその怖いというよりなんか寄り添うような気持ちになってしまってなんか私がお母さんになってあげるようじゃないけどでもそ そこまでは思っちゃいけないっていうことも知ってたのでうーって思いとどまって自分が持っていかれちゃうかもしれないからああえててて自ししたたっいう時はりまだから本当にそこまでねだからその人に親切にすることはとても素晴らしいですし人のために、ね、何かするってのはもう素晴らしい行為なんだけれども、うん、本当に困ったり悩んでる人 人がいた時にねそこに手を差し伸べて自分なんかが何かできるんだったらってことでやるんだったらやっぱ自分も覚悟を決めてとことん付き合うんだっていうぐらいの思いがあるんだったらいいけど、うん、そうじゃない時にその場、うんね、その相手を喜ばそうと思うぐらいの軽い気持ちで手を差し伸べるってことがやっぱり向こうにとってもよくないっていうふうなね、うん、ことってあるから難しいですよね。そ、うん、そうですねねしかもその、ね、あのあ やっぱ階段とかしてると、うん、階段話してると霊が寄ってくるみたいなことを言いますけどじゃあお払いもするじゃないですか、はい、現場とかでいや。それは払ってるじゃないですかっていうので私はなんか途中からしなくなったというか、うん、あえてこう何もしないで過ごすっていうふうに考えたりもしたりしてます。<laughs> えだかららら本当に向こう側からしたらすごいなお前 そ,うで、ね、その時だけ、ね、そうそう話してるのになんかそうじゃない時はもう、うん、あっちこっち来んなってなんだお前ってね、うん、思うと思うしいや本当にでもこれってもうやっぱりだから階段ってやっぱなんか今の話を通じてやっぱり人って、うん、あの慣れますからねそれに。例えばその親切とか。<laughs> 例えばまあでもそれもただの、ね、エゴかもしれないんですけど。 なんかこう新生児された時に自分でもね最初の1回目はうわこんなことしてもらってありがとうございますって感動するんだけど、うん、それがこうふつ普通になっちゃう時があるというか<ー>で、はい、これが普通になったら何かねえ待たしてもらってもなんかそれは普通になってうん、うん、で今度それをしてもらえなかった時に「うん、今度は」みたいな。うん、あ怖いですよね心理が一番怖いモンスター化しちゃいますからそういう希望って。うん 気をつかないとって思いますよね。うんはい、本当に感謝を忘れちゃいけないなって自分自身戒めないといけないし、うん、かといってそれを人に求めちゃいけないんだけど。うん、でもなんか、うん、あのこっちもだからそれで、うん、ああっていうふうにメンタルがやられることはありますよね。そうですよね。<laughs> あなんかあそれもうあそうなんだみたいな。<laughs> あそれもうあみたいなね。うん。 <laughs> ただでもそういうこと思っちゃう時点でやっぱ何か自分自身も見返りとかね求めてるのかもしれないしなんか良かれと思って無償のじゃなくってなんかやってあげてるんだって思っちゃってるのかもしれないしとか本当考えちゃいますねいろんなことね。林く、うんがそもそもそうい、ん、う女の人に出会ったのってなんとなく。 この道から行ってみようかなみたいな。<ー>なんか。いつもと違うことをいきなりこうしてみようかなって思ったところから始まってると思うんですけど。なんかもうそ、そその時点で、まあ、よく言われることかもしれないけど、まあ、引き寄せられてる。呼ばれてたというかね、その可能性もあるのかなとか。思ったりはしましたけど。うそうね。あもう、なんか、それもいろんなこと考えちゃいますね。<laughs> この人だったら。ね。 何かこうね、来てくれるんじゃないかとか、うん、この人だったら。あ、なんかいちょやい、いろいろよ、よくないこと考えてしまいました、なんかえ。え、よくないこと。だから、ほら、なんか、やっぱその幽霊さんのことをそういうわけじゃないけど、例えば。うん、その詐欺をする人っていうのは、その人を見て、ええ、あ、この人なんか騙しやすいなとか、あ<ー>あ、なんかお人好しそうだなとか。うんうんうん っていうところを見てくるわけじゃないですか。その人の行為とかにつけつ,あつけいるわけじゃないですか。ね、まあ今回の話がそうかわかりませんけど、ね、なんか怖いですね。いろいろと。はい。気を気をつけて。人を思う気持ちは大事だけど、ね、それ以降のことも考えて。そうね。できないことはやっぱり軽はずみにね、できるとか言わずに。 変に期待を持たせない <laughs>。そうですね。それもそれでも大事だったりもしますよね。難しい難しいです。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。本当考えちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。本とかね D V D もねたくさん発売になってますからね。はい、そちらの方もチェックしていただけたらと思います。ユーチューブチャンネルやられてますけども、はい。あやこわチャンネル。あはい山口あやこのあやこわチャンネルというのがありまして、そこにあの一次審査の時の。 えー、動画課題動画というのが載っておりますので、まあよかったら見てみてください。<laughs> いやちょっとびっくりしますよ。いつものねこの感じ可愛らしい感じなんですけども、一 <laughs> 人芝居やるとこうねまたピシッとこう入り込んで、<laughs> ちょっと表意型っていう感じなんですかね。<laughs> さあどうですかね。<laughs> またギャップ楽しめますんでね。<laughs> ええー、あの楽しんでいただけたらなと思うので。 会談の方もねまた今ちょっとあの今お休みしてる部分もありますけどもまたどん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 更新されていくと思いますんでね、えー、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。